経済的には一人っ子がいるのですが、もう一人産みたいなと思ってしまいます。でも子供にも学費の心配をさせたくないのと、自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。日本の将来を考えると、やはり経済的な余裕を取るべきでしょうか。あ、どういうことだ。自分の将来じゃなくて日本の将来、日本の将来が、このまま不景気が続くから経済的な余裕を取るべきでしょうか。そんな景気に左右されるお仕事をされてるのかちょっと分かんないですけど、単純にもう自分の中で答えが出てるんですね。自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。多分学費とか経済的なっていうよりも自分の余裕がっていうのは結構大事だと思うので、別に諦めてもしょうがないんじゃないかなと思います。日本の将来考えると、日本の将来が急に好景気になったとはいえ、全部の家庭が裕福になるわけじゃないので、あとは別に日本の将来が暗いなと思ってても経済的に余裕がある人も全然ざらにいるので、あんまそこが直接の理由にはなんないんじゃないかなと僕はこの文章から思います。